今月上旬に九州を襲った記録的な豪雨で土砂崩れが発生し運転を見合わせていた JR 鹿児島本線の一部区間が今日から再開しました再開したのは鹿児島中央駅と九四木野駅の間で臨時ダイヤでの運行となります九四木野駅と仙台駅の間は代行バスが出ていて JR 九州は来月1日から鹿児島中央駅と仙台駅の間を通常ダイヤに戻すとしています